1995FIFA フフ女子世界選手権は、1995年6月5日から6月18日にかけてスウェーデンで開催された第2回目の FIFA フフ女子世界選手権である。前回と同様、4チームの3グループに分かれてのグループリーグを行い、各組上位2チームと3位チームの中で成績が、上位の2チームの計8チームによる決勝トーナメントが行われた。 なお、イングランドを除く決勝トーナメント進出の7チーム、及び、ブラジルには、翌1996年に行われた、アトランタオリンピックの出場権が与えられた。スウェーデンで行われた、この大会において、フィ f a は、実験的ルールとして、両チームに、前後半とも1回ずつ給水と選手への指示のための、タイムアウトを採用した。しかし、実際にはあまり活用されず、 正式なルールにはならなかった。一方、FIFA 主催の大会としては初めてマルチボールシステムが施行され、こちらは良い評価を得て引き続き採用されるようになった。グループ B ではノルウェーが圧倒的な強さを見せつけ、他のグループでもドイツ、アメリカ、中国、スウェーデンといった競合が順当に勝ち残った。決勝トーナメントでは準々決勝で日本、イングランド、 デンマーク、そして、地元スウェーデンが敗退。特にスウェーデンは、大会史上初の PK 戦での敗退となった。ドイツと、中国、アメリカとノルウェーの対戦となった、準決勝では、ノルウェーとドイツが共に接戦を制し、決勝戦ではノルウェーが2対0でドイツを破って、優勝した。グループ A ドイツ V 日本スウェーデン V ブラジルスウェーデン。 V ドイツブラジル V 日本スウェーデン V 日本ブラジル V ドイツグループ B ノルウェー V ナイジェリアイングランド V カナダノルウェー V イングランドナイジェリア V カナダノルウェー V カナダナイジェリア V イングランドグループ新アメリカ合衆国 V 中国デンマーク V オーストラリアアメリカ合衆国 V デンマーク中国 V オーストラリアアメリカ合衆国 V オーストラリア中国 V デンマーク各組3位チーム 準々決勝ドイツ V イングランドスウェーデン V 中国アメリカ合衆国 V 日本ノルウェー V デンマーク準決勝ドイツ V 中国アメリカ合衆国 V ノルウェー3位決定戦中国 V アメリカ合衆国決勝ドイツ V ノルウェー受賞者受賞国は以下の通りウィメンズオリンピックフットボールトーナメントアトランタ1996国際サッカー連盟2011年5月16日 閲覧。サッカーの話をしよう大済義幸オフィシャルアーカイブサイト。ナンバーワン06タイムアウトを実際に見て。2012年4月21日閲覧。ありがとうございます。